7.5cm パック 47.5cm パック40は第二次世界大戦においてナチスドイツが使用した対戦車砲である。5cm パック38の拡大発展型として1939年にラインメタル社で開発が着手されたが、独ソ戦前の優先順位は高くなかった。バルバロッサ作戦中に遭遇した t-34 中戦車やキロボルト -1、及び、キロボルト -2 重戦車との対戦車戦闘で、3.7センチメートルパック36や5センチメートルパック38が気象資源を用いたタングステン弾ン,ンの高速鉄鋼弾でも、なお装甲間鉄力不足であり、中距離縁の正面撃破には8.8センチメートル降射砲や10.5センチメートル。 SK-18 の鉄鋼榴弾を要することが判明した結果、クルップ車の 7.5cm パック41と共に実戦投入が急がれた。8.8cm 高射砲は一部を除くと空軍管轄下で 10.5cmSK-18 も大部分は重砲代対象属と通常手段の装備火砲ではなく数量。 展開能力ともに不十分だったためでもある。1941年11月に試作法が完成し、1942年4月に量産が開始されて、対戦後半のドイツ軍の主力対戦者法となった。1941年から1945年までに、牽引法型は23,500門、マルダーアは6,000門が生産されている。 イタリアでは75、43モッド、40として、オトシャによるライセンス生産が計画されていた。輸出先は、フィンランド、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアで、終戦後は、ノルウェー、チェコスロバキア、アルバニアも運王国に加わった。経営者は半者の SD SD、半送期車の SDKFZ10 や SDKFZ11。 送輪車両のオペルブリッツやクルッププロッツェなどが用いられたが、サイズの大型化と警合金素材の使用重視に伴う重量増加によって機動性が低下し、地面の状況次第では放棄せざるを得ない事態も生じた。撤退時のみならず陣地転換にも支障をきたしたことから対策としてフランスで露角したロレーヌ十七リットル走行、牽引車両を改造した。 マルダー I、通号戦車の車体を利用した、マルダー2、38戦車の車体を利用した、マルダー3が登場し、主に師団直属の戦車両兵大隊へ配属されて、活躍した。7.5センチメートルパック40は、東部戦線のソ連製戦車に対抗するために、運用されたが、北アフリカ戦線やイタリア戦線を及び、西部戦線でも使用され、 ソ連製戦車よりも装甲が薄い傾向のあるアメリカイギリス軍の戦車にも威力を発揮した。その後、より大口径の 8.8cm パック43や 8.8cm パック43、41、野ー兼用の 12.8cm パック44も開発されたが、機動性は劣悪で調達も振るわず、 数的には終戦まで 7.5cm パック40が戦車両兵の主力であった。1943年11月になるとアーティレリーパックアップタイランという通常より牽引者の少ない部隊が編成表に登場し 7.5cm パック40は砲兵部隊にも支給された。1944年にはケニア砲としても配属されることになり、 7 5トル FK40 と称して運用していた。しかし、行革の低さから射程が短く、1 0 5トル F18-40 の方がに変更した7 5トル FK7M85 と、改造で行革を35度に増大した7 5トル K7M59 が登場することになった。もっとも、榴弾の威力などが問題視され、 あまり製造されなかった。ちなみに、FK は、フェルトカーノンでやホー7は、方向直径、M は運用上の形式、85と59は、正式図面の番号とその部品番号を示している。蒸気以外の派生型として、車載用に、薬莢調と方画を変更した 7.5cm、KWK40 及び 7.5cm ストック40と、 その小改良型の 7.5cm パック39航空機用としてガンポッド化された 7.5cm パック40リットルとその改良版である BK7.5cm が実用化されている。この他に70口径へ長方進化した 7.5cm パック40、42がヘラー社によって試作され、 7.5cm パック42の牽引砲型として1942年に253門製造されたとも言われている。一刻も早く強力な対戦車砲を要望した前線部隊の要求に応じるべく 7.5cm パック40が揃うまでのつなぎとして路角下砲回収の対戦車砲も製作している。フランス製 M189775mm ヤホーの、方針に 5cm パック38の方がを、組み合わせた 7.5cm パック97、38と、ソ連製 F-2276mm ヤホーを、改造した7 6ミ m センチメートルパック36や F、や F-22 ユース部 76mm ヤホーを、 同様に改造した 7.6mm センチメートルパック39である。1942年に部隊配備及び実戦投入された。一部は北アフリカ戦線にも送られている。なお、7.6mm センチメートルパック36は、わずかに光景が大きいことから不完全ではあったが、7.5センチメートルパック44の砲弾も撃てるように作られていた。 ために弾薬の互換性を持っていたのに対し、逆に7.5センチメートルパック40で7.62センチメートルパック36用の砲弾を撃つのは、砲弾が砲身内径より大きいために不可能という一方的な互換性であり、間違えて使用すると後発など重大事故の原因となり危険であった。しかし、そのままでは見た目はそっくりであり見分けが難しく。 このため、防止策として 7.62cm パック36用の砲弾を白く着色して、見分けがつくようにしていた。7.62cm パック36のように、薬室を回収して 7.5cm パック40の砲弾を流用できるようにした例は他にもあり、ドイツ占領下の北、イタリアで現地生産された。 自走法であるスターマジャシューツ m 4 3ド7 5 46852がそれに当たる。ありがとうございます。